リフト乗車方法リフト券は左側のポケットに入れてくださいリフト券と他の電子機器とは一緒にはポケットに入れないようにしてくださいゲートのセンサーにリフト券を近づけるとゲートが開きますそのまま前へ進んでください他の電子機器と一緒にリフト券をポケットに入れると ゲートが開かないことがあります。乗車方法。乗車前待機位置で止まりましょう。係員の指示で乗車位置までお進みください。ストックを上げ、後方からリフトが来るのを確認し座ってください。乗車したらセーフティーバーを下げてください。 乗り遅れた時や転倒した際は、係員の指示に従ってください。スノーボードで乗車の際は、板を横にしてしまうと転倒する恐れがありますので注意しましょう。このような行為は危険ですのでおやめください。乗車中にセーフティーバーを上げたり足を振るなど、リフトを揺らしたりするのは危険です。 また、リフトの支柱を叩くのも危険ですので、おやめください。下車方法。終点に近づきましたら、セーフティーバーを上げ、スキー、スノーボードの先端とストックを上げ、降りる準備をしてください。降り場に近づきましたら、立ち上がり、まっすぐ前へ滑り降りてください。降りれなかった場合は、飛び降りたりせず、 リフトが停車するのを待ち、係員の指示に従い降りてください。また、転倒した際は、すぐに起き上がらず、頭上のリフトに注意し、頭を下げ、リフトが停車するのをお待ちください。降り場で立ち止まったりするのは、皇族の方の迷惑になり、大変危険です。リフトを下車したら、 前方の広い場所へ移動してください。